他者にない新たな価値っていうものを常に提供続けていける、この早期多価を作るという言葉がありまして、絆が強い。まあ、プロサッカー選手として3年を終えた後にですね、まあ、JFL で1年両親が経営するリサイクルショップに入社し、もともと扱っていた電化製品や家具っていうところから、まあ、ブランド品に目をつけ、2007年に大阪で、なんぼやという買取専門店をスタートしました。まあ、その後は東京に進出し、そして、オークション事業を立ち上げ、現在は全国で45店舗の買取専門店と2店舗の小売店を経営しています。弊社のミッションでもあるんですけれども、早期多価を作るという言葉がありまして、やっぱり他社とは違う異なる戦略でお客様にサプライズを届けるっていうことを、これからの時代特にやっていかないと、企業としては勝ち残ることが非常に難しいのではないかなと思いますので、他社にない新たな価値っていうものを常に提供続けていける会社であり続けれるように、努力していきたいなというふうに思っています。絆が強い会社かなと思ってます。仕事っていうのは一人でやるのではなくて、まさにチームとして戦うものだというふうに思ってますので、社員同士のコミュニケーションであったり、部署間を通しての、そういった会話対話っていうものが非常に重要になる中で、弊社としては社員総会であったりだとか、オフィス内での積極的なコミュニケーションを図れるような、ツールっていうものをしっかり準備した上で、そういう部分にすごく注力しているので、一言で言うと、その絆の強い会社であるかなというふうに思います。活躍している社員はやはり自分のその利益というか、自分のことを優先するのではなくて、まずは相手がどう感じるか、どう捉えるかっていうことを考えられるメンバーが非常に多いので、そういう意味でも非常にチーム力が高く、そういったメンバーが会社を作っていってくれてるんだなっていうふうにすごく思います。今いる、素晴らしいメンバーとともに、より絆を深め、そして私たちのミッションでもある早期多価というサプライズを世の中に届けることができれば、今まで以上に、世界に向けて、インパクトを与えられる企業になるんじゃないかなと思ってますので、一つ一つ目の前の課題をしっかり、解決して、お客様にもそうですし、従業員、共に働く従業員にもしっかり、期待に応え続けれるような、ことを行っていきたいなというふうに思ってます。個性っていうものが非常に重要になる時代だと思ってますので、自分が本当にこう熱中できるものとか没頭できるものっていうものを見つけ、それを仕事というよりかはまるでこう趣味のように楽しんでいただけるような状況をですね、自ら作ってくれる方を、私は求めたいなと思ってます。株式会社層は仕事をまるで遊んでるかのように楽しんでいただける方を求めています。自分の無限の可能性にチャレンジしたい方、お待ちしています。